今日はですね、ちょっと都内に打ち合わせで行かないといけないんですけど、その前に一つだけクイックアンバクシングをしたいと思います。待ちに待った DJI のマビックプロプラチナム、 DJI のマビックプロプラチナムが来ました。プラスエクストラバッテリー、ちょっと時間がないんで、とりあえず開けるだけ開けておきましょうと。後日、細かいレビューはしたいと思います。レッツゴー、イデオマジックプロプラチナム、ドドン。プラチナム、こんな感じですね。まず本体、そしてこちら本体、リモコン、ケーブル、と、AC アダプター、アダプターです。さらに、ね、いつものことなんだけど、この下にプロペラが隠れてるので、しかも今回のプロペラはですね、ノイズリダクション。はい、今までのプロペラと違って、ノイズが飛ぶ時の音がだいぶ抑えられる設計になっているということなので、これは大事ですね。はい。以上です、入ってるものは。それで、今回はね、すいません。この中にはマニュアルね。はい。ここまで。ここまでのもので、144,800円です。値段にして。で、今回はさらにエクストラバッテリーを買いました。これはどんな感じかというと、はい、もう単純ですね。で、アダプターはこの辺はもうマビックプロと全く一緒ですね。前回マビックプロではプライムワコンボを買っていたので、まあ、この複数いっぺんに充電できるやつ、これがもう最初からついてるので、特に今回は、プライムはコンボにせずにバッテリーだけ追加したという感じにしました。 Mavic Pro との簡単な比較、リモコンはもう全く一緒だね、何一つ変わらないと思う。そして機体もね、もう全く一緒ですよ、プロペラ以外。ただシズル感が、このプラチナの色のシズル感はとてもいいですね、たまらない。このマットの感じもね、嫌いではないんですけど、このいいんじゃない、このちょっと光ってる感じもとてもいいと思います。で、今回はね、なんといっても飛行時間が30分になったっていうのは大きなポイントですよね。だからね、これがバッテリーがもう一つあるので、これで、この2つで1時間いけると。ね、これで、この4つ、このバッテリー4つで1時間半以上飛べることになるので、撮影体制としてはかなり安心できるかなという感じですね。まあ、これからメインをこっちにして、バックアップ機として、Mavic Pro を使っていくような感じになると思います。あとはね、ノイズ低減、4dB、こっちの方がノイズが低くな、少なくなっているということなので、ちょっとそれも検証してみたいなとは思ってるんですけど、また後日。とりあえず、はい。ということで、これをセットアップしつつ、フライトテスト。また後日やっていきたいと思います。ということで、今日はとりあえずこれから都内に出ないといけないので、まずはアンボクシングだけして、後日飛ばします。またね。夏のあることはアネックスですね。ドローン飛ばして、新しいドローン飛ばしたい。Mahalo for another video there. See you guys later. Bye for now. Jenny.